飛びネズミ山の近くで倒れてて診療所まで運ぶのも時間かかるんだよ。イニシエからの伝説があるのよ。巨大コウモリが人を襲うってね。巨大コウモリ、完全に人間でしたよ、私を襲ったのは。まあ都会の人間からすりゃおとぎ話みたいなもんだろうな。この町に伝わる巨大イニシエ伝説なんだ。巨大コウモリ伝説なんじゃないですか、伝説に名前つけるなら。はい、もしもし、私東井さんの耳に入れておきたいことがあってね。どうも厄介なことが。私からですけど。あ、そう、ごめんね。じゃあ、先ほどスナックの子からこちらをお一人で切り盛りされてると聞きました。それはどういったご経緯で。どうしました、どうしました。落ち着いて、落ち着いて。いけない、そんなにぐるぐるしてはいけない。俺の言いがかりにケチつけっと、体がいつあっても足んねえぞ。そうは思いませんね。体が1万あったらどうですか。1万、え、お前の体が1万も。交換条件だ。今夜は釈放してやる。その代わり5年前の事件にはもう首突っ込むな。真犯人は他に。そう言ったのね。ええ、私の予想通り厄介なことになってきたってわけね。左手でお互いのケツの穴を撫でながら、右手でお互いの耳を引きちぎれ。はい、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 はい。あ、痛い。この町を牛耳る川堀一族の跡を継ぎまして、町長の息子川堀でしょ。1台売ったら仲介料としてあんたにそう3万円。悪い話じゃないでしょ。3万円、これで活動も。少しお時間よろしいでしょうか。これご存知ですか。そうです、ベンツです。どうしたのそんな顔して。犬塚が殺された。犯人は町長の一人息子ではありません。彼ほど暴行を好むものであれば、遺体は見るも無残な姿になっているでしょう。真犯人は他にいます。それも